おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて本日ね、もう皆さん何やるか分かってますね。最新カウンター、戦術得意のレベル9カペール監督徹底解説&比較していきたいと思います。ってことで早速もう始めていきましょう。まずですね、やっぱりカペール監督性能を見ていかないと始まらないですよね。グロリオソ・ビアンコ・ネロということで、新しい星6の351の形です。早速間違えた、361の形です。361だね。フォワードが1人でミッドフィルダーが6人っていうかなり変わったフォーメーションですよね。でポジエディのところでいくと、この両ライトレフトミッドフィルダーは高い位置までは取れますが、逆に低い位置に置くっていうことが難しくなってます。意外とね、守備的には置けない。 OMF の幅もないし、 CF もその通り、センターバックも DMF も幅がないです。一応クラッシャーの方の DMF はちょっと低めに下げれるんだけど、結果センターバックが3枚なので、DMF を下げる空間がないんだよね。なんであんまりポジエディの自由度は正直今回カペール監督ないのかなと思っております。まあ、ただですね、まあ、大前提として話すと、戦術得意度レベル9ですから、まあ正直かなり強いです。まあこれからね、より詳しく内容を見ていきますけど、今回のマスターディビジョンの決勝がね、まあ、本当に中央対中央、まあ、上位の方もほぼ中央だったっていうことを考えて、なかなかねスカニーレ監督に対してカウンターで今まで有利に押してこれなかったんですけど、このカペール監督がいればですね、スカニーレ監督に対してもう素晴らしい強さを発揮しますし、まあ、この戦術対策指導の効果をカペール監督は受けずに戦えますから、まあ、そういう面ではぜひ塗り替えるべき監督なのかなっていうところがまず大前提としてあります。まあ、ただそれだけだとですね、なかなかどうなのっていうところになってきちゃうと思うので、まあ、今回はカペール監督の性能を解説しながら、ちょっとですねフォーメーションコンボの組み方みたいなところも話をしていけたらななんて思います。さあそしたら監督アビリティ見ていきましょう。でこの監督アビリティのところは、カウンターの現状最強監督ポルトガルザメフィリップ監督と実際に比較しながら見ていきます。戦術指導レベル4に関しては両監督持ってます。消耗戦指導レベル1に関しても両監督ですね。ただですね、このオフェンス強化指導ディフェンス強化指導のところが違って、フィリップ監督はここがオフェンス強化指導ディフェンス強化指導下位です。どう違うのかっていうと、味方選手全員のオフェンス能力が大アップする、味方選手、全員のディフェンス能力が大アップするっていう、オフェンス指導ディフェンス指導に対して超特大アップっていうね、上昇値が全く違います。ここが違いかな。あとは名称のディフェンス対策指導、検証の戦術対策指導っていうものは、まあ、もちろんありますし、ちなみにこの消耗戦対策指導レベル2に関してもカペール監督とフィリップ監督では全く同じものを持っております。なのでこの強化指導下位っていうところがやっぱり同じ星6監督ではありつつもフィリップ監督の魅力になってきてるのかなと。あとフェザータッチとボールピッカーとか聖域の極意と打感者の極意とか若干ポリシー特徴に違いはありますが、ただですねカペール監督のすごく魅力的なところとしてやっぱりオフェンスバリエーションというものがあります。今回センターフォワードが1枚、 OMF が2枚いまして、1枚は自由で、ライトミッドフィルダー、レフトミッドフィルダー自由に置けるので、だいぶ組みやすいんじゃないかなと思います。それこそフィリップ監督の時に来ていたレフトウィング、ライトウィングそのまま起用できますし、まあ、CF、OMF もそのまま起用できるっていうことを考えると、やっぱりこのオフェンスバリエーションがあるっていうのはすごくねカペール監督の魅力にはなってるんじゃないかなと思います。でやっぱり気になるのはフォーメーションコンボのところですよね。フォメコンが一番やっぱり大切なところだと思うので、ここを見ていくと、ここもねめちゃめちゃ似てて、ドリパス、セービング、パスカット、メンタルまで同じなんです。唯一違うところがカペール監督がマーク、フィリップ監督はここキープになってます。フィリップ監督キープですね。ドリブル、パス、セービング、パスカット、キープ、メンタルなんですね。なんで守備力で言ったら、まあ、やっぱり若干ちょっとカペール監督に軍配が上がるのかなというところです。
さあここまで見てきてですね、じゃあフィリップ監督とカペール監督どっちがいいの、乗り換えるべきなのって話なんですけど、個人的な感覚でいきますと、正直ポルトガル詰め作ったんだったら乗り換えなくていいと思います。っていうのもフィリップ監督普通に強い、普通に強いし、あのポルトガル詰めを作った時にポルトガル詰め自体がすごく強いフォーメーションコンボだったので、フォーメーションコンボというか選手のラインナップがすごく良かったので、あのポルトガル詰めを使えるとなると、やっぱりポルトガル人1人あたり 2% のフォーメーションコンボバフが入りますから、一概にね今回カペール監督に乗り換えた方がチームが強くなるってわけじゃないんですよね。やっぱり私自身ブラジル詰めでブラジル人を多用するとか、まあ、ここでねトレサンタの監督のスタメンでブラジル人を使えるだけ使うとか、9人ブラジル人かな、あとはスカニーレ監督でもこのワールドスターズを使うだけ使うとか、まあ、やっぱり使ってて思いますけど、やっぱ強いです。このフォーメーションコンボを発動するときに連携する選手を使うっていうことは、まあ、すごく強いなって日々実感します。なのでポルトガル詰めがあるんだったらフィリップ監督正直このままでいいとは思う。特にオフェンス強化指導ディフェンス強化指導の回ですから、まあ、オフェンス能力ディフェンス能力が大アップするなのか超特大アップするなのかは結構違います。戦術得意度8と9の違いはあれど、この強化指導っていうところとかつポルトガル詰めでポルトガル人を使うっていうことを考えるとペイできるかなと思います。ただですね、ただ私個人的に今回のカペール監督のすごくいいなと思うところが、 OMF のファンタジスタさえどうにかしてしまえばフォメコン組む難易度が激低なんですよね。まず DMF のセンターバックのディフェンスリーダーなんてもう皆さん多分無限にいると思うんですよ。うん、ゴールキーパーの守護神も皆さん当然持ってますよね。うん、ここはもうねどうとでもなるとこじゃないですか。でこの DMF のクラッシャーに関しても金トロフィーで手に入れられちゃうので、正直ねあれなんかこんな簡単にフォメコン組めちゃっていいのみたいな、そんなレベルなんですよね本当に。でもちろんこのじゃあセントラルミッドフィルダーどうするのっていう問題はあるんですけど、セントラルミッドフィルダーのところで言っても、まあ、カウンターで行くとね、それこそミランゾメ引いた方だったらピルロがいたりですとか、まあピルロはレジスタか、あれだ、ちょっと待ってください今出てこない、ファルクとか、まあ、セードルフとかミランゾメ引いた方だったらね、私みたいにセードルフがいたりいたとか、あとはやっぱりセントラルミッドフィルダーっていうものが最近来ていたので、まあ、別にモドリッチでもいいんですけど、モドリッチでもいいんですけど、別に違う戦術で使ってもいいわけですよね。そんなにハードじゃない。とにかくこの OMF のファンタジスタさえどうにかなれば簡単に組めるんです。一方フィリップ監督って OMF のインサイドハーフって正味そんなね、私個人的には数がいない、まあ、どうにかなるっちゃなると思いますけど、ただ右のライトウィングのアタッカーとオフェンスユーティリティとかも正直持ってないので、まあ、そんな中で右のライトウィングにはアタッカー、ライトサイドバックにはクロサー、まあ、センターバックのところでいくとディフェンスリーダーと組み立てサイドバックで、まあ、ディフェンスリーダーの方が難易度が低いと思うので、まあ、組み立てセンターバックっていうところでちょっとやっぱ組むのがね、まあ、めんどくさい。しっかりガチャ引いてある程度選手を集めておかないとなかなか現実的にフィリップ監督を強くするっていうことが難しい状況だったと思うんですね。っていうことを考えるとカペール監督はマジでいいぞいいぞこれって感じです。マジでいいと思うんだよな。強くないというか組みやすくない。セントラルミッドフィルダーなんてさ、だってこの間エンソも来たしさ、まあ、今回のポグバでも全然いいんですけど、であとは誰がいたっけセントラルミッドフィルダー、私は今回あれがセードルフがいますけれど、まあ、それ以外で言ってもね、あのブラジル染めでもファルカンがセントラルミッドフィルダーでしたし、なんか最近結構来てるフォーメーションというかプレースタイルなので比較的多分持ってる人多いと思うんですよね。でファンタジスタに関してはデルピでいいと思うんですけど、てかデルピ引くしかないんですけど、ここでね課金できる人はもうさっさとデルピ引いて終わりにすればいいと思うんですが、課金できなくてまだ始めたばかりだよって方は星4デルピ入れといていいと思うの。これなんでこの今回私カペール監督が無課金の方とかにもいいなって思うかっていうと、OMF2 枚なんで最悪ねここが弱くてもどうにかなるんだよチームが。これもマジで魅力的だと思います。他の場所を、まあ、適当にぶち込めばちゃんと動いてくれて、
OMF がね1枚しかないフォーメーションコンボでね、 OMF1 枚弱いとかだときついですけど、2枚いるんだったらどうとでもなるんで、私はカペール監督激推しです。はい、ただまあさっきも言った通りね、繰り返しにはなりますけれども、ポルトガル攻めでポルトガル人揃えたんだったら私はマジで不要だとは思う。ディフェンス強化指導、オフェンス強化指導が十分強いです。回がね、回が強い、まあ、今回やっぱりこの回なのか回じゃないのかっていうところは大きな差ですから、大アップするのか超特大アップするのかは超大きな差ですから、そういう意味ではまあフィリップ監督をそのまま行くっていうのも現実的にありなんじゃないかなと思います。ということでですね、今回はフィリップ監督とカペール監督の比較解説をさせていただきました。いやマジでね、ポグバが欲しい、セアドルフもいるんだけどポグバが欲しいね、ポグバをくださいということで、はい、皆様の良きゲームラフに乗ってもらいます。ポグバ引いた方ね、ぜひコメント、ポグバ強いですとかね、いやポグバ微妙でしたとか教えていただければ幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームラフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。